川地俊義、川地俊義、川地俊義、天保五年五月十一日、1834年六月十七日、明治十二年,18年、1879年十月十三日は、日本の幕末から、明治初期の薩摩藩士、内務官僚、陸軍軍人。階級は大慶士、陸軍少将。位階は、正五位。君党は、君二党。 初代大警視、現、警視総監を務め、欧米の近代警察制度を、日本で初めて構築した、日本警察の父。西南戦争では、陸軍少将を兼任し、警視隊で組織された、別道大三旅団を指揮した。名は当初、利長と名乗っていたが、後に、利吉と改名したようである。通称は正、正幸ゆ新。号は流線。 家門は六つ長寺社。演祖は藤原氏と言われる。薩摩藩より行き、巡視河地敏愛の長男として、天保五年五月十一日、1834年6月17日、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在比志島村、現在の鹿児島県鹿児島市南吉町比、四島地区に生まれる。薩摩藩の家臣は、上司、郷氏などに分かれ、河地家は、 身分の低い純士分であった。茂野安次に漢学を、坂口玄七兵衛に、新英流剣術を学ぶ。島津成明のお供として初めて、江戸に行く。薩摩と江戸を繋ぐ飛脚として活動。源氏元年、1864年、金門の変で、長州藩遊撃大総徳の来島又兵衛を、狙撃して倒すという選考を挙げ。 西郷隆盛や大久保利道から高く評価された。慶応三年、1867年、藩の御兵具一番小隊長に任命され、西洋兵学を学んだ。慶応四年、1868年、母親戦争の戸ば、伏見の戦いに、薩摩官軍大隊長として出征し、上野戦争では、将棋大会層の糸口を作る、東北に転戦し、 岩木や佐川の戦いで敵団により負傷したが、傷が癒えると、合図戦争に参加。戦功により、明治2年、1869年、藩の兵器武行に昇進した。維新後の明治4年、1871年、西郷の招きで、東京府大族となり、同年に、県天寺、天寺に留進。翌明治5年、羅卒総長に就任し、 司法省の西欧視察団、八人の一員として、欧州各国の警察を視察する。帰国後、警察制度の改革を兼議し、ジョゼフ・フーシェに判を取った、フランスの警察制度を参考に、日本の警察制度を確立した。明治七年、1874年、警視庁創設に伴い満四十歳で、初代大警視、現、警視総監に就任。 執務終了後ほぼ毎日、自ら東京中の警察署、派出署を巡視して回り、1日の睡眠は4時間に満たなかったという。明治6年政変で、西郷隆盛が下野すると、薩摩出身者の多くが従ったが、河地は、市場においては誠に忍びないが、国家行政の活動は1日として休むことは、許されない。大義の前には市場を捨てて、 あくまで警察に献身すると表明した。内務卿となった大久保利道から厚い信任を受け、不平士族がクエイの変、佐賀の乱などを起こすと密定を用いて、動向を探った。薩摩出身の中原久浦ら24名の警察官を、貴郷の名目で、鹿児島県に送り込み、不平士族の罹患工作を図ったが、中原らは、西郷の私学校生徒に捕らえられた。 可烈な拷問が行われた結果、河路が西郷を暗殺するよう指示したという自白書が取られ、河路は不平氏族の間では、大久保と共に憎悪の対象とされた。西南戦争勃発後、河路は陸軍少将を兼任し、警視隊で組織された別道第三旅団の長として九州を転戦する。激戦となった3月の田原坂の戦いでは、 警視隊から選抜された抜刀隊が活躍して西郷軍を蹴る。5月には大口攻略戦に参加した後、6月には宮野城で激戦の末西郷軍を退けて進軍するが、その後旅団長を免じられ東京へ戻る。旅団長は大山岩を後の第二大大警視が引き継いだ。終戦後の明治11年、1878年3月、 黒田清隆の妻が急死した際、かねてより主乱で知られていた黒田が酒に酔って妻を切り殺したとの噂が流れたため、川地が墓を開け、病死であることを確認したと発表した。これについては、川地も薩摩出身であることから黒田をかばって、もみ消したという見方が当時からあり、同年5月に発生する川地の被護者であった大久保利道の暗殺。 清井坂の変の永遠になったとも言われる。また川人は事前に大久保の暗殺を計画していた石川県氏族など六名の名前まで情報を知らされていたが、石川県人に何ができるのか問いに返さず無視をした。明治十二年1879年1月、再び欧州の警察を視察。しかし戦中で病を得、パリに到着当日は、 カレロワイヤルを随員と共に誘保したが、宿舎に戻った後は病状に伏してしまう。咳や痰、時に、吐血の症状も見られ、サメ島ナオノブ中腹講師の圧戦で現地の医師の治療を受け、天地療養も行ったが病状は良くならなかった。同年8月24日、優先、ヤンセイ号に登場し、10月8日帰国。しかし東京に帰着すると病状は悪化。 10月13日に死去した。去年46、関西の聖省である藤田組が、汚職の捜査を恐れ独殺したという噂も立った。墓所は、青山霊園。川路が警視庁に在職した期間は決して長いものではなかったが、警察制度創始者としての評価は高い。警察のあり方を示した、川路の語録は、警察主眼、警察主言として変算され、 警察官のバイブルとして、現在も広く読み継がれている。明治十八年、1885年、弥生神社、現、弥生霊堂に特別功労者として祀られた。また2018年現在、警視庁警察学校には、長祖家、北村聖房の作となる立像が、警視庁下や警察署敷地内には、川寺邸宅跡の石碑が建っている。 警察博物館には川路大警視コーナーが設けられ、川路の着用した制服、サーベルが展示されている。鹿児島県では、西郷隆盛を暗殺しようとした男、強度に歯を向けた男として、長らく裏切り者の印象を持たれて評価が低めであったが、鹿児島市南吉町の聖火近くのバス停は川路に、ちなみ、大主と名付けられており、生誕の地には、記念碑が、 川路が率いた別道第三旅団の激戦地である霧島市、旧横川町内には銅像が建っている。平成11年1999年に当時の鹿児島県警察本部長、小野次郎らの提唱で鹿児島県警察本部前に銅像が設置されるなど、現在の地元でも人気があまりないながらも、ようやくその功績や人物像が再評価の段階に入りつつある。 6つ提示者、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。